ハイガイドバッツストーリー、今日から1週間の僕の流れを皆さんにお届けしていこうと思います。で、今日は月曜日なのでちょっとジョギングして体操して、まあ、ご飯食べて、前にモーニングルーティーンでお見せしたと思うんですけど、まあそんな感じで朝ちょっとやって仕事行ってですね、で帰ってきてちょっとトレーニングしてっていう感じになると思います。平日はだいたいそんな感じなので、今日もまあいつもと変わらずやっていきたいと思います。はい、プロテインも飲んでちょっと栄養補給したのでジョギングしていきたいと思います。はい、ということで今走ってきてシャワー浴びたんですけど、まあ、最近結構あったかくはないけど、まあ、そんなに寒くもなくなったので、まあ、ちょっと走りやすくなったかなと思います。僕の仕事が営業なんですけど、どっか決まったところに、まあ、なんかオフィスみたいなところに行くっていう感じじゃなくて、もう本当にその日によって始まる場所も終わる場所も違うので、いいランチを食べれる、なんか美味しそうなご飯が食べれるようなところがあればそこも紹介していこうかなと思います。はい、だいたい平日の朝はこんな感じです。次はじゃあお昼ですかね。午前中仕事頑張っていきます。行きます。はい、ということで今午前中終わりました。まあ、今相模原にいるんですけど、これからご飯を食べに行きたいと思います。相模原、でも相模原って言ったらね、まあサッカーしてる人だったら本当にわかると思うんですけど、まあここにちょうどあるんですけど、 SC 相模原っていうチームが去年ね、本当に劇的な形で J2 昇格を決めて、今年から J2 で戦っているんですけど、まあ、僕の大学の同期と先輩にも、岡山と群馬ですね、戦っている選手がいて、で本当にどっちも開幕からスタメンで活躍して、岡山の同期はまあ、クリーンシートで失点ゼロに抑えてしっかり開幕戦勝ってましたし、で群馬の先輩は決勝点決めてね、最高のシーズンのスタートを切ってました。まあ、やっぱり同じチームだった選手とか一緒に生活してた人がそういう風に頑張ってるのを見るとめちゃめちゃエネルギーもらえますし、すごい頑張んなきゃなっていう風になりますよね。でもまあ J リーグじゃなくてもね、まあ、ドイツで今頑張ってる同期だったり、地域リーグでやってる人とかもいるので、まあ、そういうのを見るとね、やっぱり頑張ろうってなりますし、まあ、僕自身もまあそういうエネルギーを与えれるようになりたいなと思っているので、もっともっと頑張んないといけないですね。今から行くところは、まあ、相模原から多分歩いて10分ぐらいなんですけど、まあ、定食屋さんでいい感じの定食屋さんが、まあ、調べたら見つけたので、まあ、ちょっとそこに行きたいと思います。時和さん、ここで今日はお昼を食べていきたいと思います。午後もしっかり働いていきたいと思います。では行きます。はい、ということで仕事終わって帰ってきました。今から着替えて、まあ、ちょっと軽く
ご飯というか、まあ、軽食食べて、まあ、筋トレして走りに行くっていう感じですね。基本的に平日はボール使ってっていうのは、まあ、リフティングとか、まあ、ちょっと軽くなんか壁にパスしたりはするんですけど、そこは夜見えないんで多分撮影することができないと思うんですけど、まあ、平日は、まあ、仕事を始まる前と仕事終わった後で何ができるかっていうところだと思うので、今からもう一回しっかりちょっと気合入れてやっていこうと思います。はい、今から筋トレをしていくんですけど、まあ、これも後々に、まあ、ちゃんとその経緯だったり話そうかなと思ってるんですけど、僕実は1月の頭ですねに肩の手術をして、右肩の手術をして、でそれも今リハビリ中というか、徐々にやっていけることを増やしているっていう段階で、まだ腕立て伏せだったりとか重さを使った、トレーニングっていうのはまだダメなので、まあ本当にここ 1,2 ヶ月下半身のトレーニングで腹筋のトレーニングをやっています。1週間こう多分ルーティーンで見た時に上半身やってないじゃんっていう風に多分なると思うんですけど、それは結構そういう背景があるので、今は下半身と腹筋をしっかり、まああとはちょっと柔軟性だったりとか、まあそういうところを重点的にやっている段階です。ということで今筋トレ終わって着替えたので、今から走っていきたいと思います。だいたい平日はこんな感じですね。まあこれがまたいろんなね状況が変わったらやれることだったり、まあチーム練習に参加できるようになればまたいろいろね変わってくると思うので、まあそれまではこのサイクルの中で自分ができることを精一杯やるだけかなと思っています。で今週は1週間この様子をしようかなと思っているので、また火曜日の動画もぜひご覧ください。また明日お会いしましょう。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Cheers guys! バイバイ。寝よう。眠い本当に。